スマブラ。やあ、せつやけいすけだよ。1月30日、今日はね、みんなが結構待ちに待っとってんではないかと思われるパックンフラワーの開放日、開放日っていうの？参戦日か。参戦日です。というわけで、今回はパックンフラワーを使って勝ち上がりラントをやっていきたいと思います。マリオシリーズのね、モブキャラがファイターになるっていう予想外の展開ですが、ちゃんと勝ち上がりラントでもプレイできるということで。結構もうね、使えるようになってからだいぶ経つんですけど、だいぶは経たんか。ちょっとしか経ってないんやけど、結構いろんな情報が出回ってまして、ツイッターとかネットとか。それを紹介できたらなと思います。花の新人王団体戦なん、ちょっとおいなおい。新人戦はいいけど団体戦でもあるんじゃ、ちょっと待って、新人戦ってなんだお前。おいよーしと、何が花の新人戦なのかわからんけど、よいしょ。使いよる感情を見たらね、 A ボタンで出せる弱攻撃はちょっと使いやすいというか、そこそこリーチもあるし、発生が早いし、いてててちょっと待って、花やけんどっちかって言ったら火に弱いタイプのキャラクターっぽいような気が。あんま関係ないかもしれんけど、お前もう 100% になっとる、知らぬ、もう 100% になっとるわし。どうすかおい、スマッシュ攻撃、これが横のスマッシュ攻撃ですよ。当てにくそうな、当てにくそうじゃないよ、全然当てやすそうなんやけど、これリーチが、うわー、なんかしよったいつが死んでる、説明中なんです私、死ぬの早っ。やあ、せつやけいすけだよ。皆さん、何が言いたいか分かる。んやけど、1月30日なんで、パックンフラワー、勝ち上がりラントをやっていきたいと思います。パックンフラワー、マリオシリーズのね、モブキャラが、なんと参戦ということで、皆さん、ちょっと、ってなったと思いますが、使っていきたいと思います。視聴者さん、言いたいことも分かる、言いたいことも分かるんやけどさ、このままだったらさ、3分ぐらいで動画終わってしまうからね。ちゃんとして説明はない、ちゃんと説明したい、ちゃんと説明したいやん。それにしてもいつもよりかパーセンテージが100超えとったもんね。ちゃんと説明してから、何やったっけ、技、通常必殺技、あれなんかアイテム持ってる、通常必殺っていうのが B を押して、これ鉄球を打ち出す攻撃、遠距離で攻撃できますって感じか。こう B 押してだ、卓球が出たあたりで十字キーを押したらその方向に飛ばせるような仕様になっております。あ、なんか飛ばした、説明させてほしいんやけど、こうか、爆弾爆発させよう、これで爆弾遠距離か爆発。わあ、俺も食らった。あ、あとは、右 B で、じゃない、それじゃない。それじゃないけど、それじゃないけど、結構ダメージ当ててる。わーん !B 上 !B 上でこういうプロペラで飛んでいくことができます。そして、ワープスターで乗った時はこれでーす。おいで、結構話題に上がっとったんやけど、横火の毒発光技がこれでーす。ダメージでかないですかっていうネットで、そういう反応が多いでーす。そして横スマッシュがこれでーす。さっきもなんかバンバン使ってましたが、リーチが長いでーす。当てやすいでーす。すごいでーす。これ横スマッシュ強いな。ルキナ並みに当てやすいんじゃないかって俺思うんやけど、発生早いし。当てやすいな。ブンブー横を振り回していけるんやけど。他に使ってない技だわ。下 B やな。下 B は、ちょっと待って。下 B は、こんな感じで、首が伸びまーす。首が伸びまーす。で、ね、B 押した状態で横向いたら横に伸びまーす。横、あー、まずい。飛べ。一旦上飛べ。上飛べ。一旦上飛んで、花の新人王っていうタイトルやけどさ、この、勝ち上がりラント。よう考えたら、
インクリングといい、この二人のキャラクターといい、今作で初参戦のキャラクターばっか出てくるかな、今後。あと、初参戦って何がおったっけあーやー、先生のケースでよ。1月31日、1日じゃないわ、30日ということで、バックフラワーが解放された日です。あーもういいや、説明はもういいや。みんな分かっとうと思うけど、説明はいいや、もう。はい、バックフラワー出とるんですよ。右下に出とるんですよ。竜とガオカエンに挟まれて出とるんですよ。難易度5で始めた俺はバカだった。初めて使うキャラクターなんだか紹介したいんで、もうちょっと敵の圧をねあんま食らわないようにレベルを下げてねやっていきたいと思いますね。俺はいつもはね勝ち上げランとは難易度5でスタートしてるんですけどね、ちょっと敵の猛攻が激しくてね、キャラ紹介どころじゃなくなったんでね、今回はね2でやっていきたいと思いますんでね。スマッシュですね。スマッシュのリーチがなくてダメージもこんな感じで当てやすくてね、これの横振りが強いってことで、今後、脅威になっていくんじゃないで、爆発しましたね。爆弾巻き込んだんでね。爆弾があるときは横スマッシュはあんまり振らない方がいいかと思いますね。ダッシュ攻撃。ダッシュ攻撃もそこそこリーチが長いというか結構飛ぶんで、これも当てやすい技というわけで、ダッシュしながらのパックフラワー。敵のパックフラワーをダッシュできたらそれに気をつけろって考えてもいいぐらいですね。で、A ボタンの発音がおかしいけど、A ボタンの連打は、こうガガ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 北斗百裂拳ですね。もうパックラファーだという手がないキャラクターが北斗百裂拳というね、何それな状態になっておりますが、終わった。世界戦闘力さっきまで1だったんじゃ。ナイスプレイ。まだまだ説明することがまだあるよ。説明することまだ足らんよお前。毒斬りB 横でどっ行って、ちょっと待ってお前、何お前さっき攻撃しようお前、俺が攻撃しようと思った時になる空気読めお前、うん、毒斬り、これチャージしてしまうよね。強制的にチャージしてしまってボタンをもう一回押したらこう出るか。ダメ、もうパーセントこんな溜まってる。手加減しようこといいことに、手加減しようっつか説明しようと思ってさ、ちょっといろいろ考えながら、スマッシュボールが2つも出てきてる。左のやつが偽物かなこれ。右のやつ壊したい。あーん。よいしょ。当たりー。で、じゃあ最後の切り札。最後の切り札はボスパックを読みます。俺の行動とは関係なくボスパックが暴れ回ります。何かしてますんだよ。すごいことやってる。俺なんもやってないというか、溶岩に巻き込まれそうになってる。ジュイースしそうになってる。有名な実況室だな。ジュイースしそうになってる。そして 0.2 しか増えてない。そりゃそうか。あ、これも2人も新キャラやな。今作から参戦の逆だけん。花の新人王ってやっぱそういうことなんじゃ。今作キャラ増えたキャラって結構おるんやなって思ってしまうよね。あれ他に誰がおったっけって。一体説明中でしょうが、説明中でしょうが、説明中でしょうが、説明中めっちゃ長いんやけど。エーレンだめっちゃ長いんやけど。長いことできるけど。舞い込んだわーいめっちゃ舞い込んでるめっちゃ舞い込んでるよ。いつまで続く、これエンドレスなこれ。エンドレスなこれ。ちょっとあれ。エンドレスしすぎじゃないですか。それエンドレス。エンドレスしすぎ。おーと、あ、おー、爆弾で飛んでった。まだ説明してない技があったような気がする。したっけいや。さっき言うたっけ、 B下で首伸びるんやけど、溜めた状態で方向決めてその方向にできるますんやけど、ちょっと端が邪魔で出せんのやけど、 B 出してこう向き変えてドーンって。長い、これもリーチが長い。発生はちょっと遅いんやけどリーチは長い。ちょっとこれは面白い武器、使い方次第で復帰邪魔したりできるかもしれません。離れたところから敵のリーチがいいから。ただ確かね、ネットの情報を見よる限りね、首伸ばして引っ込むちょっと直前、ほんまコンマ何秒ぐらいかが無敵なくなっとる時間になっとって、その状態で頭攻撃食らったら、その伸びとる状態で攻撃食らう判定があるらしくて、いやなかなかないと思うけどね、狙ってできるもんじゃないと思うけどね、首伸びた状態でその首に攻撃食らったら吹き飛ぶ可能性もあるんで気をつけてくださいって感じらしいですね。リーチ長いな。ちょっ
ちょっとこの向ける時間がかかる代わりにリーチの外周吹き飛ぶし、ちょっと後日修正が入りそうな強キャラ。カウンターグラだ。毒斬り、間違えた。毒斬り溜まっとる、溜めれるんがいいよね。あのドンキーのパンチみたいな感じか。溜まって端に追い込んで、これか着地を巻いとくんだよ。これちょっと面白いな。これバックフラワーさ、所詮はあの雑魚敵の一人やん、マリオだったら。けどいざ使ってみたら結構面白いキャラじゃないのこれ。当分ネットオンライン対戦入ったらこのキャラクターで埋まるんだろうかって思ってしまうぐらい。そっか、この二人も新キャラだったな、デイジーとしずえさん。何気によ、デイジーなんかこの技は基本的にピーチと一緒やけん、あんま新キャラっていうイメージなかったかうわー、埋まった、どすこい。まあ植木鉢の中の土に埋まっとるようなもんやけど、このキャラクター。今更って感じはする。毒、あれ毒斬りチャージせんかったら出せんもんな。そんなことないよね。わ、爆発してる。おう、毒斬り。結構ダメージ稼ぐ技が多いんじゃないかな。あちなみに勝利ポーズはマリオが突然やってきてそれを吹き飛ばすという演出です。このように他のキャラクターが勝利演出に出てくるっていうことが初っていうことでも話題になっております。